お出し合い全日本タッグ王座決定戦20分一本勝負を行います。青コーナー150番の渡辺美沙へ、同じく140番の遠藤信へ、青コーナー120番の第2試合です。全日本タッグ選手権王座決定戦20分一本勝負、玉田理恵深川由美組対遠藤信江渡辺美沙への、これは王座決定戦ということになりました。前川あさり組がですね、王座返上したことによって、まあ、この決定戦、実現したわけですけれども、小川さん、はい、前川がですね気になる負傷ということで、王座返上ということになったんですけれども、前川はどうなんでしょう。前川はだいぶ目を眼帯ですか、治ってきてまして、まあ、そろそろ復活できると思います。そうですね、あと今日深川がですね足を怪我してまして、怪我してますね、はい、試合前にバンデージをぐるぐる巻きまして、はい、あと林ドクターから痛み止め打ってもらってますので、あ、でもあれ今普通の歩行もままならない状態ですよ、はい、これ、あの一発目深川選手がドロップキック打ったんですけども、自分が立てる前に遠藤の方が立ってきて逆にドロップキック打っちゃいましたよね。そうですね、あと前場のこの若手のクラスが全日本タッグを争うんですけども、はい、まあ、1時代前から比べるとちょっとレベルが落ちたんじゃないかという声もあるんですけども、なるほど、ただもうこのクラスでも十分できるというところを見せてもらいたいです、はい、遠藤渡辺組なんかこのアンダードッグっていう感じで ね完全に誰もがこの玉田深川組を中心に試合見ちゃうという状況ですから、かえって今日あたりはこの遠藤なんかに、遠藤、まあ、渡辺美沙もそうなんですけども、特に遠藤には気の強いところをやってほしいなという気がしますね。まあ、思わぬところでですね、このいい味というかこの試合で出してくるかもしれませんよね。ああでも2人とも考えてきてますね、はい、ああこれはうまい具合にダブルでね、はい、フォローに入った。まあ当然大方の予想はね、玉田深川組有利ということになってるんですけども、まあ、まあ、やっぱりはい、アンダードッグスから言えば、アンダードッグスから言えば深川は一人集中攻撃、そうでしょうね、はい、それは当然だと思いますし、はい、あとですね、やっぱ体でかいですから遠藤と渡辺の方が、だからやっぱりキャリアとかでは玉田入ってる分、まあ、有利なような、だ玉田と深川をいかに分断するかじゃないですか、はい、そうですよね、やはり玉田選手と他 の相手チームの遠藤渡辺では今の時点ではかなり力差がありますから、はいはい、まあ、渡辺美沙も体重増えないですね。そうですね、まあ、水着が余っちゃってますもんね。まあ、なんとかしてこの上背の優位さをこの試合で出していきたい。そのためにもやはり深は集中攻撃ということになるんでしょう、うん、深もやっぱりそんな簡単にベルトは取れないですからね、はい、やっぱりそれは肝に銘じて戦わなきゃいけないですよね。まあ、ちょうどこの深は玉田組といえば9月の、ね、武道館で前川あさりとこのベルトを争い、まあ、敗れたわけですけれども、まあ、2度目の挑戦、なんとしても、まあ、今回の方が確率としてはですね、かなり可能性は高いという感じがしますので、まあ、そのあたりこの玉田の意地が爆発するんでしょうか。まずは一発挨拶がてらにドロップキックであります。あと玉田もそういう意味ではまた負傷明けなんですよ、左肘ですか。やはり満身創痍ですね、はい、あ、やはりサポーターを巻いて今左肘、まあ、過酷な労働をですね、まあ、続けている全日本女子プロレス、まあ、怪我はつきもの、まあ、こういったものを騙し騙しと言いましょうか、克服しながらやっていかなければね、これは女子プロレスラーいけないんですけれども、まあ、とはいえやはり痛み止めを打って満身創痍のリングということになります。玉田そして深川、さあうまく足を決めて、序盤戦からこうやって渡辺左膝攻められちゃうと非常に苦しいですよね、はい、このタッグがねやっぱり3年後ぐらい、2年後3年後である程度の試合として成立するは前場の未来は明るいですよね。まあ、やはりですね、ファンの見方あるいは関係者の見方からしてもですね、平成元年組以降
ですね、どうしても、まあ、粒が揃わないというか小粒というか実力的にかなり開きがあるんじゃないかと平均身長が落ちてるからというのもありますしね、はい、いう、まあ、懸念する向きもあるんですけれどもまあ、そういった意味でもですねこの試合全日本女子プロレス、まあ、団体のとしてのですね未来のかかった試合といってもこれは過言ではないですよね、はい、明日は勝ってますよ、はい、先ほどのやっぱり椎名田村の試合なんかもそうでしたし、うん、キレス剣を今締め上げようという玉田なんとかロープブレイクは渡辺ミサイであります渡辺としてもこの大きな上杖を生かしたダイナミックなプロレスをなんとかこの両国の満員のお客さんに示したいところでありますがちょっと右膝を今集中的に攻められている状況だあと深川と今度は前川深川が高さを抑え込まれましたけれども危ないカウントは2さすがにこの玉田が引っ込みまして深川が出てくるとやはり深川に攻撃の、ね、集中していこうっていうそうですねそういう感覚が働いてますよね、はい、それがチャンスですからね、まあ、玉田相手だと、はい、あこれはうまいですねさあローリングして今度は玉田にタッチ足の踏ん張り全然効いてないですねやっぱり深川今日あ玉田はあイエス素晴らしい遠藤の上遠藤バックリップですか遠藤焦ってますねちょっと今尻餅をついてしまいましたが、うん、もう一度バックリップこれはいいですねスピーディーでね将来は僕すごいいいヒールになると思いますよこの遠藤選手なるほどヒールですよヒールですか、うん、まあ精悍な顔つきですんでね二人とも目が悪い